がとうございました。小松亮太さんと宮本文明さんのセッションでした。オブリビオン聞いていただきました。さあ皆さんこんにちは、公園通りで会いましょう。司会の小田切さんです。今週1週間は小松亮太さんをお迎えして単語の魅力に迫る1週間です。改めてご紹介しましょう。小松亮太さんです。そして日本を飛び出してですね、世界へドイツで活躍されたオーボエ奏者の宮本文明さんです。いやー結構乗りますね、オーボエの音色が。いやこの曲が特にオーボエに合うような気がしたんで、もう強引にもう最初から宮本さんに相談なしでこれやりますって決めて。あ、そうだったんですか。オーボエでね、誰かこう吹いた人がいるかなと思って探したんですけど、ほとんどなかったんで、宮本さんだったらきっとなんかもうツーンとした音でこう吹いてくれるかなと。小松さんから見てこう宮本さんの魅力ってどういうところですか？実は楽器が全然違うようで、実はちょっと同系統っていうか、ええ、この部分ですね、ここのところがね、これは何製でしたっけ？リード、足ですね。足ですね、ええ、足なんですけど、僕のはこれが金属なんですよ、はい、それが鳴ってるっていう違いだけで、発音原理は一応口を使ってないですけど空気を送り込んで、同じことなんで、すごい親近感と、あとちょっと今までコンサートでちょっと何回かご一緒させていただいたんですけど、もうとにかくこれ以上無理っていうぐらい綺麗な音なんですよ。そうですよ、これ以上綺麗なことが無理っていう音なんですよ。本当そう思いますよ、本当に素人ながらね。本当です。言い方が困ってますね。これ以上無理って最高の褒め言葉ですよ。ありえない、うん、地球上ではありえない音って。地球上でこれ以上のはありえない音だと思います。宮本さんいかがでした今日？そうですね、僕は全然これ全く前もってのインフォメーションなしだったんですけど、聞いてタイトル名も何も知らないで聞かされた時に、うわこれどうしよう、ものすごいいい曲だなと思って、もう鳥肌がゾクッと立ちましたね。で後でタイトル聞いてびっくりしちゃったんですけどね。バッチリ合いましたね今日は。まあ、後ほどねまたセッションしていただきますけれども、今日はですねやっぱり日本人ながらも全く異国の地でこう見出された楽器をですね、なぜこうもお客さんを魅了できるような音色で聞かすことができるのか、そこからをね探りつつお話いろいろお伺いしていきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずですね、宮本文明さんをもうこの日本にこの名前を轟かせたこのメロディーからまず聴いていただきましょう。こちらです、どうぞ。だけど本当朝のこれ連続テレビ小説でアスカというドラマのねメインテーマ、メインメロディーだったんですけども、これは癒されましたよね。はい、もう本当癒しのゴンゲとも言える曲だと思います。とにかく苦しいとこが一個もないっていう、悩みもないっていうか、そうですね、すごくいい曲だと思います。本当にこう朝方ね起きるとこのメロディーでこう始まるというか。そうですか、僕そのジャストの時間8時15分ですか、はい、見たことがないんですよね。再放送で見てましたけどね。あ、そうすると午後になりますね。そうですね。で、だいたいうちに大工さん来てたんですけど、はい、大工さんがね、
宮本さん毎朝大変ですな、8時15分に毎日 NHK ってやってんでしょ。あ、生で8時15分に吹いてると思ってたんですね。に言われてしまってね、いやもうそれを否定するわけにはいきませんしね、いや大変なんですよ実は毎日お迎えが来てって言ってね。そうですか、今日と同じですね。今日も6時起きですからね。準備がいろいろありながら、はいはい、本当にお二方大変なんですけれども本当すいませんねありがとうございます、はい、さてお二人の出会い、はい、いつ頃だったんでしょうか。まあ、イマージュっていうコンサートで、はい、まあ、去年の5月ぐらいからですかね、いろんな加古隆さんとか葉加瀬太郎さんとかゴンチの皆さんとか鳥山裕二さんとかみんなこうもう一日で全員出ちゃうっていうとんでもない結構でっかいコンサートがありまして、それでなんか大声の宮本さんもいらっしゃるということで、あ、もうかねてからお名前を聞いてた方だし、音も聞いてましたから、で実際にそのマイクを通さないでね、隣で弾いてる音ってどんな音なのかなと思ってたんですけど、でアンコールの時に1曲だけ一緒にやったんですよね。で隣でピーって鳴ってる音のそのこの喉あたりからこう空気が来てる圧力っていうか、それがなんかピキーンってなってて、でこうなりきってるんですよ楽器全部が、この長い棒の全部がブラーってなりきってるっていうか、でなんかもういややっぱりまあ実際に見ると結構普通に吹いてるとかそういうことってありがちなんですけど、実際に見てもやっぱり同じぐらい大変な楽器だったなっていう。かなりその息をで吹いて吐いて、あ、吐いて吸ってか、吸ってスッとこう音を出すっていうかね、はい、アクションもまた多分相当なね肺活量とかいるんじゃないかなと。こう肺活量と、あとなんかこの高い音ですよね。で高くてあんだけ綺麗な音だとかえってこうなんか目に突き刺さってくる音なんですよ。だから宮本さん目大丈夫かなってちょっと思ったんですけど僕網膜剥離なんでね、なるだけ眼圧かけないって言われて、まあどうでもすいませんねこんな話。いや全然いいし失明したった人もいるぐらいですよ歴史上で。あ、大声吹いて、目が見えなくなっちゃったりしてるんですね。だから危ないですねもう。あ、そうですか、はい、それぐらい大変なんですか。いや、らしいですよ、ね、そうですか、はい、いやだけど昨日はね、まあ南米で活躍されてるロベルト杉原さんご紹介して、ね、はい、今回ドイツですからね、はい、もう全然世界違いますね。違いますよ、はい、UFO が出る名所だっていうことが共通してるぐらいそうなの。そうですよ、一度も見たことないよ。いや僕南米で見ましたし、ドイツでもなんか、まあ、ドイツの UFO を作ってた人が南米に行って UFO 作ってた人が南米に行って飛ばしてるって噂もあるぐらい。いや、まあこれは個人的な話ですけど。あ、そうなの、知らなかった。 UFO 談義になると思いませんでしたけどやめておきましょう。いやいやいやだけどなんでドイツだったんですか。ドイツにわざわざ留学されて、はい、そのやっぱりドイツ人がその、まあ、僕がやってるのはそのいわゆるバッハとかモーツァルトとかベートーベンとかそういうものが多かったので、それの、その、まあ、大元みたいなところ、うん、そこはどんな感じなんだろうっていうのと、自分が習ってみたいと思った師匠がドイツ人だったんで、別にどこの国でも国ということはなかったんですね。ただ自分の師匠がドイツ人であったということと、自分がやりたかったバッハだとかモーツァルトとかそういう人ベートーベンだとかがドイツ生まれの人だから、まあ行ってみたらなんか少しは面白いことあるかなということですね。海外でね、はい、活躍の場を見つけるっていうのはこれでも大変なことですね。言葉を覚えなきゃいけないですしね、うん、まあ、いろんなその仕事のルートとかね、掴む外国人が掴むのって大変だと思うんですけどね、うん、ただやっぱりドイツあたりに行くとね、多分面白いことっていうのが、まあ、さすが本場っていうことがね、たくさん見れると思うんですけど、まあ、ロベルト杉浦昨日出た彼もそうだし僕もそうだったんですけど、結構本場にしてはなんかこれしかやってないのっていう感じが、僕は10年ぐらい前にアルゼンチンに行った時とかもしちゃったんで、その点は本当羨ましいですよね。もう巨匠がほとんど死んじゃってて、まあ、引退しちゃってたりとかね、あと優秀なミュージシャンがこう外国にしょっちゅう旅行に行っちゃってていないとかね、うん、そういうことがそのしょっちゅう行われて起こってるっていうか、もう本当その辺はなんかやっぱヨーロッパはまだ動いてんだなっていう感じがして羨ましいんですけど、僕もねドイツに行ってね2年目ぐらいに南米に実は行ってるんですよ、はい、それでアルゼンチンに行ったの、それでアルゼンチンって言うともう当時でもアルゼンチンタンゴって言われていたんで、街角そこら中でタンゴを弾けるかなと思ったら、そういう気がみんなしちゃうんですよね。実は彼氏に話してね、全然聞けなかったと言ったら、いや実はそうなんですよって彼氏から話を聞いて、いわゆるその独自のところでやっているとかっていう。そうですね、うん、まあ結構もう特殊なところに行かないと聞けないっていう、うん、まあそこまで行かないな、でもなんていうのかな、まあ
観光ナイズされてる、いわゆる観光客の相手の、お店が多かったりとか、だからなんかかなりなんていうのかな、もう本場の人がやりたいような、もうやりたいことをやりたいようにやっちゃってる、やりたい放題やってるみたいなライブとかね、うん、あとなんか街角で弾いてる人もたくさんいるかなと思ったら、まあ実にいたけどすごい少なかった、びっくりするぐらい少なくって、一度も聞いたことなかったそれは。あ、そうですか、うん、じゃあ僕弾けるかなと思った。僕は運が良かったですよね、うん、だからあの、まあ、国によってね、そのなんか、まあ、その国が昔作ったものが残ってるとか残ってないとかっていうのは、まあ、日本のね三味線とかと同じで、まあ、あのやってる人はやってるんだろうけど、そんなにしょっちゅう、まあ、見ることがね、まあ、ただそれがあの、まあ、津軽三味線ですけど、吉田兄弟とかああいう形が出てきて、ああこういう楽器があるんだっていうことを知ってもらったりとかね、あのやっぱりみんなが知らない楽器でこう這い上がっていくっていうのが、知ってもらうまでがねやっぱ大変ですよね、うん、まあ、それが日本でやる大変さであり面白みなんですけど、うん、それだから日本人ながらにしてドイツでね、うん、やっぱりその活躍する、うん、その自分の活動の場を広げていくっていうのはね、うん、やっぱり日本人だからできる部分と難しい部分であると思うんですけども、うん、そうですね、日本人はやっぱりどうしてもあの我々体力的に、さっきもちょっとおっしゃってましたけど、体力的に厳しいところもあったりするので、それをそのヨーロッパ人の場合だともう何も考えないで自分の持ってる体力をバーンとぶつければいいんですけど、うん、我々それと同じようにやっちゃいますと体壊しちゃうんですよね。壊れますよあれは、うん、だって指なんてこんな太いんですよ本当に。そうそう、こんな太くて、で80歳過ぎたおじさんが僕より背筋がずっとこんなあったりするんですよ、うん、全然力、腕相撲したら負けちゃうみたいな。そう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 、だからそれで同じようなアプローチをしてるとどうしようもないので、まあ、その小さい体使ってそれをこう効率よくエネルギーをどれだけその持ってるやつを、まあ、何倍にも使うこともあるし、あのその無駄することなくこう経済的に使っていくかっていうのが多分向こうにいた時 の、 その勝負どころだったって気がしますね。そうですか、そうでないと完全に負けちゃいますよ体力的には。もう彼らは余ってんですもん。いや余ってますね、もう 余りきっちゃってますからね。余ってますね、あの本当にもう筋肉がまず違う、うん、筋肉が違うことと、あとなんか 精神的にもあんまり疲れないですよね、あの人たちって。全然疲れてない。そうね、うん、全然疲れない。もうやたら自己肯定的だし、それはどこの国も同じだね、その日本以外はね。俺はこれでいいみたいな。そうですよね、うん、逆に小松さんがこうやっぱり、日本人自分だからなんかこうこのバンドネオンがね弾けるんだなみたいな部分ってあります？バンドネオンというかですね、まあこうやって仕事をする上でね、例えばもう毎日こうやってあのテレビの仕事とか連発してやんなきゃいけない時とか、やっぱり日本人ならではですね、こうやってもうこういうやつですよ、はい、こういう打ち合わせをこうきちんとして前もってして、はい、4日分前もってしてちゃんともうリハーサルしまくってやるっていう、ここまでまあ細かいことちゃんとやるのは日本人ぐらいかなっていう、そういうね準備がすごい上手いですよね日本人は。うん、でも余計彼氏があのその思いっていうのはあのラテン系の音楽の世界にこう浸ってるから、余計それは多分あるんだろうと思う、ね、いや余計反対にありますね、うん、だから我々がラテンの人たちをまんま真似して、うん、同じ仕事のやり方しちゃうとえらいことになるっていう。そうでしょうね、もう時間は守んないし、もう約束は守んないし、そう本当にもうその日になれば何にも分かんないし、うん、でやたらこうなんか俺はこれでいいとか言い出しちゃうっていう。そうですね、あの来る電車が時間通りに来ない、もう1日2日遅れ当たり前だし、あのタイムテーブルに書いてある飛行機、やっぱりアルゼンチンでね飛ぼうと思ったら飛行機この日あるっていう飛行機がないんですよね。そんなことあるんですか。飛行場のカウンターに行ってこうあるじゃないって言ったら、飛行場のその航空会社の人が本当に書いてあるわねでもないわよ飛行機って。ありましたよそういうことは、ね、しかも飛行場で働いてるそのなんかスチュワーデスかな、なんか若いお姉さんがあのすいません、これあの私日本に手紙出したいんですけど、あのこっから出すと怖いから日本に帰ったら出してくださいって頼まれなんでそんなこと客に頼むんだみたいな。予定通りにいかないもんですね、本当にね。さあ続いてはですね、もうアストル・ピアソラというもう本当にバンドネオンの巨匠、この方の作曲した曲をですね、はい、これから小松さんに、あのコントラバスをフィーチャーした曲なんで、はい、ぜひじゃあよろしくお願いします、小松亮太さん、そしてザ・タンギツの皆さんとこのタンゴの魅力迫りたいと思います。2曲続けてコントラバキシモ、そして革命家お聴きください。どうぞ。
難しいです。すごいわ。いやいかがでしたか。宮本さん身を乗り出して聞いてましたけども。そうですね、まあ、すごい熱いですね、まあ、彼氏もともと熱い演奏する人なんだけど、やっぱりこう演奏家のいいところっていうのは、その人の生きてるスタイルっていうか、生き様っていうか、日常の生き方っていうのが舞台で見えるところがいいところですね。やっぱりこの人どうやって生きてるかっていうのはね、分かるんですね。これは分かんない人もいますよ。でも彼氏の場合はもう如実に出てくるんで、この人大変だろうなと思いながらね。みーちゃんの楽しく生きてます。そうですか、はい、違うと思うな。もう相当大変だろうなと思う。このまたメロディーがね、非常に情熱的なメロディー でこれを作曲されたのが、そのアストル・ピアソラっていう方なんですよ ね。ちょっと写真がありますんでご覧いただきましょう。アストルピアス、あ、今ちょっとスーパー出てますね、うん、ハローダイヤルですね。ぜひお問い合わせの方よろしくお願いします。はい、こちらがアストルピアソラなんですけれども、まあ、結構60歳代ぐらいですね、これはね。まあ、本当は今生きてたら81歳です、うん、うちのおじいちゃんと同じ年なんですけど、うん、まあ、この人が、まあね、一つ誤解してほしくないのはね、もうこの人確かにすごい人なんです。もうそれは分かりきったことで、ただなんかこの人だけが特別なところははっきり言って本当にあるんですよ、うん、ただね、他にもいい曲たくさんあるし、他にもすごい人たくさんいるからね、そういう人たちの、演奏とかね、 CD とか、まあ、バンバン買って、みんなで盛り上げていただきたいんですけどね、はい、ただかなり小松さんの場合、このアストルピアソラの演奏されてますよね。CD にしても何しろとにかくね、タンゴをやってますって自己紹介してもね、んっていう、なんかタンゴみたいな、だから知らないか誤解してるかどっちかっていう人がほとんどだった時代が、つい5年ぐらい前まで、昭和40年代から、5年ぐらい前までがそういう状態だったんですよ。でとにかくはっきり言ってお客さん来ないと、仕事もないとっていう状態の時にピアソラの曲を一生懸命やってたら、やっぱりお客さんがこれは面白いと言ってやっぱり来たし、だからそれは全然悪い意味じゃなくてね、本当にタンゴという音楽がちゃんと聴くに値するし、そのとにかく面白い音楽だなということをこの人の曲によってみんなが最初に知るという手始めの手がかりとしてはね、最高の作曲家だったんで。そういうあれですね、そうするとプレゼンテーションというか、プレゼンテーション、もうプロモーションでプロプレゼンテーション、ね、もうだから、まあ変な話、バイオリニストとかだったらね、バイオリン弾いてる何々ですって言えるんですけど、まあ、僕なんかの場合だとそのこの楽器の宣伝からまず始めなきゃいけないっていう部分があるんで、だからとにかくね、ちょっとでも興味を持った人はね、別に僕の演奏じゃなくてもいいんですよ。何でもいいから、そうですね、まあ、アストルピアソラの CD が安全性高いかな。他には結構のあんまり良くない CD とかもいろいろ売ってるから、ピアソラの、日本のレコード会社から出てるようなねやつを聴いてもらえれば、あ、こういう音楽かっていうことは分かっていただけると思うんですよね。熱く語りますね、川、ね、さんは。ちょっと伸びましたね。さあ、ちょっと時間がね、あんまりないんですけれども、はい、続いてまたアストルピアソラのね曲を楽しみですね。楽しみですよ。準備の方よろしいでしょうか。何でしたっけ。ジャンヌと。あ、そうか。ジャンヌとポールをね、弾いていただきますけども。忘れないでねってやつ。大変ですね、演奏買って。汗かいてます。汗かいてます。ね、これやっぱり生でね、演奏されている方の表情が見られるっていうのはお客さんにとってもすごくいいですよね。そうですね。それ宮本さんもそうだと思うんですけども。はい。
これでまたなんかこう感じることができるというか。そうですね、 ましてこんな近くね、こういう空間でね、いいですよね、さあそれではよろしいでしょうか。はい、ジャンヌとポールお聴きいただきましょう。どうぞ。さあ続いてはですね、宮本文明さんにも加わっていただいて今日の最後のセッションとなります。お二人のバンドネオンとそしてオーボエのセッションを聞いていきましょう。フーガと神秘です。それではどうぞ。
ありがとうございました。小松亮太さん、そして宮本文明さんでした。番組の皆さん、ご紹介しましょう。よろしいですか。それではどうぞ、はい、どうもありがとうございました。時間が小松亮太さん、そして宮本文明さんでした。はい、お疲れ。すげえ汗ですよ。ものすごい汗かいてる。大丈夫？疲れました。疲れるよ。結構大丈夫。しんどい曲多かったですね。しかし。ね、うん、あの革命家すごいいいですね。いや、いい。ちょっとショスタコビッチも思ったりなんかして。ちょっとその辺あると。ショスタコとか、あとさっき言ったスタラビンスキーバート曲なんだけど、すごいもう現代曲が入ってるし。いや、現代曲入ってるんですよ。だから超なんていうかプログレッシブなそのジャズっていうののあれも入ってるし。すごいですね。12音みたいなとこもあるし、あれ4分でやんなきゃいけないんですよ。すごいですよね。辛いですよ。ものすごい曲ですね。じゃあ、なんとか、なんかすごい情熱が伝わってくるような。 いつもそうなんだけど、いやっていうか、ね、何聞いてもそうだけど、本当に情熱がすぐガーッとなっちゃうんでね、もうちょっと落ち着いてやりたいんですけど、いやいいじゃないですか。